ワシントン・ブルーズは、米英戦争中のブラーデンスバーグの戦い、及びノースポイントの戦いに参加したメリーランド州の州兵部隊である。ブラーデンスバーグの戦いの勝利後、ワシントン DC に火を放つイギリス軍、米英戦争勃発時、ジョージ・ H ・スチュアートは、メリーランドで、志願兵を募って、部隊を創設した。これが、ワシントン・ブルーズとして知られる部隊である。 陸軍中サスターレット率いる第五メリーランド連隊の一部であった。1814年8月24日のブラーデンズバーグの戦いに参戦したが、この戦いでは第五連隊をはじめとするアメリカ軍はイギリス軍に完敗を喫した。第五連隊は勇敢なアメリカ人の抵抗を標榜する傾向があったにも、かかわらず、 イギリス軍に挟み撃ちにされ、混乱のうちに退却を余儀なくされた。スチュワートの軍は、ノースポイントの戦いでは、前回よりも検討した。数時間にわたって、前線をよく守ったが、その後戦闘を交えつつも退却した。スチュワートはこれで重傷を負った。いくつかの州兵連隊、例えば第51連隊。 そして第39連隊の何人かの兵は散り散りになって、銃火を浴びながら逃げ惑ったが、第5連隊と第27連隊は落ち着いており、前進してくる敵に一撃を浴びせながら、程よく秩序を保ちながら退却できた。第5連隊五長のジョン・マクヘンリーは、戦闘報告書に次のように書いている。我々の第5連隊は、他の連隊の称賛を得た。 この舞台に属することで、私もまた光栄に良くしている。他の連隊と比べて、我々が戦場を去ったのは最後だった。あの時退却しなかったら、2分間で敵に退路を断たれていただろう。ワシントン・ブルーズの五町で、看板書きと、ガラス屋を営んでおり、アマチュアの画家でもあった。ラックルの手になる、ノースポイントの戦いと、ボルチモアの防御は、 状況の説明を聞いてから短時間のうちに描かれたもので、現在はメリーランド歴史協会に収蔵されている。メリーランド州兵隊の隊員から後に少々、そして最高指揮官に昇進し、1841年から1861年まではメリーランド州兵隊第1系風評師団の指揮官をも務めた。 ボルティモア暴動1861年4月19日、南北戦争が始まって間もない時期に、ボルティモアが暴動によって破壊され、南軍への同調派が街を列車で通過していた北軍を攻撃した。スチュワート自身は南部同盟に共感しており、このことをおそらく知っていたであろう。知事のトマス・ヒックスは暴動鎮圧に周辺を召集しなかった。5月13日、 北軍はメリーランド州を占拠し、秩序を回復して南部同盟の利益となるような投票を妨害した。スチュワートは南北戦争の間は南部に転居し、その結果、彼の資産は連邦政府から大部分が差し押さえられた。しかしながら、南軍の新生メリーランド部隊の多くは、スチュワートの州兵隊からの抜擢によるものだった。ありがとうございます。